さん、こんにちは。こんばんは。こんにちは。いや、白 T がいい？ヒンティ입는거나ねえ、髪色めっちゃ可愛いでしょ。生着替え中。はい、できた。じゃーん、じゃーらーん、見て見て見て。じゃーん。さっきより見やすい？あかっぽだん잘보이나？いやー、見て。で、紫がさ、早く落ちるかと思ったら、紫意外と根性あるんだよね。な、ボラセグ、빨리빠진줄알았는데、もう、이렇게、제대로있어요。なんてこった。이거、웬일이니、너무예뻐。な、맨날、コール보면서、여기밖에안봐。私、毎日さ、鏡見ながら、ここしか見ないもん。もう、マジで髪の毛かわいいなと思って。はい、ということで、じゃあ、ご機嫌のまま、もっぱんしたいと思います。あ、ちなみにさっきのオープニングはね、ブラックピンクの、How You Like That っていう曲です。あか、オープニングの俺ね、ブラックピンク、How You Like That。でもさ、まあ確かに、こんな髪色の子はあんまりないけど、いるっちゃいかね。真緑とか、真っ赤とか、真っ青とか。もう、이런머리색은별로없긴한데、있긴있어요。もう、보라색든지、뭐지、그거、초록색이든지、빨간색이든지、진짜、색빨간색이든지、뭐、그런거는있긴있어。はい、じゃあね、今日は침착セットということでですね、なんかいっぱい来たんですよね。今日のメニューでございます。でかいっしょ。じゃあメインから開けていきたいと思って、髪の毛縛れよって感じ。ポニーテールはこんな感じ。いや、かわいいね。ポニーテール超かわいい。見て、ボリいるけぶくいかのウェップね。かわいい。激カワなんだけど。激カワ。はい、ということで、じゃあメインから開けていきたいと思います。クラメはイジェヨロボッキよ。で、これがチムタクです。じゃーん、だらーなんかちっちゃく見えるんだけどさ、すごい大きいんだけど伝わんないかな、あんまり。되게큰데、크게안보인것같아、뭔가。チムタクとは、チムが蒸す。タクが鳥。蒸し鳥。チムタク이라는게、チミ、チム。タクン、タク。チムタク。チムタク。これは、はい。ケランチムです。이건ケランチム。ケランチムもチムだから、ケランが、鳥じゃないや、卵で、チムが蒸す、蒸し卵。まあ、韓国版茶碗蒸しって言ったらいいんかな。粘具って言って、冷たいお汁。이건粘具기야、粘具。そう、これご飯がついてこなかったから、ご飯をね、私は今日、ヒョンミ、なんだっけ、玄米をチンします。오늘ヒョンミ。さあ、皆さん、いくらでしょうか？おくらまんん。그러면、여러분、얼마일까저맞춰보세요。リリ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 リ、じゃん！ 23,900 ウォン、だから約2,390円くらいなんだけど、それプラス 10% 割引です。이거 23,900 ウォン、저기에다가 10% 할인。韓国人の感覚だったらさ、なんか2人前かもしれんけど、これ日本人の感覚だったら3人前だよね。이거는韓国人입장에서는、韓国人그시선에서는、이거는2인분이지만、日本사람시선、あ、日本사람に보면、이거는3인분이요。ミオプデング。これは、なんだっけ、ちょっとあんまり見えないけど、わかめの冷たいお汁。はいはい、じゃあ食べますよ。これはもう、ごぼう努力かけすみだ。これ直径がさ、40センチぐらいある。이건40センチ정도있어요、直径。これは醤油味なんだけど、ちょっと辛いのにした。이거는간장맛인데、ちょっと매운거를했어요。はい、これ、タンミョンです。タンミョンちょっと固まっちゃった。で、すごい。見て。パパ。鶏肉がこうやって入ってて、さっきの長いのがタンメンで、マンドゥ。これ餃子です、餃子。餃子も入ってる。取り出しとこう。そして可愛い、なんだっけ、人参と、か、なんかいろいろ入ってる。餅。お餅。と、と。味は濃い。でもすごい、めっちゃ濃いってよりも、まあ、美味しい感じで濃いみたいな。しょっぱくはない。なんか甘辛い。タンメンの感じは、チャプチェあるじゃん。韓国料理のチャプチェ。チャプチェのあの食感が平べったくなった感じ。
ここのケランチムが美味しいんだ、また。よいケランチム、ちんちゃん美味しそう。茶碗蒸しとはちょっと味違うかな。でもなんか、食感もちょっと茶碗蒸しはなんかプリンみたいだ。でもこっちの方がちょっと根性ある感じで硬い。일본에되게비슷한곳자완무시라고있는데그거는되게푸딩같아요입안에서술술녹아버린느낌근데이거는좀좀있잖아그알지 뭔지알지불시작의話をお願いします사랑의불시작이얘기를좀해달라고하는데길어지는데長くなるよ なんかストーリー的には主人公が女ヒロインがパラグライダーに乗ってて竜巻みたいなのが来ちゃってもう中でわーって巻き込まれて気絶してパッて起きたら木に引っかかってんだけどそこがなんか北朝鮮だったっていうそこからこう始まるこうねラブストーリーっすよ스토리는그냥그때주인공남여자주인공이파라글라이더를하다가뭐태풍같은거와가지고막기절하고딱눈떴는데나무위에이렇게있어매달리고있는데딱저기서딱국가남자랑맞는거지그때부터시작하는사랑의스토리인간레슨을봤다인간수업도봤어요근데인간수업은뭔가진짜퀄리티가애들퀄리티라고해야되나재밌긴했는데좀너무남여자애한여자애가너무짧은남자애한테그렇게하는건좀그렇잖아요그러니까인간레슨봤는데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 그러니까인간레슨봤는너때문에그렇게됐잖아네가없어졌으면좋았을걸내가없으면좋았을걸이렇게本当にムカつく人いるよね可愛いんだけどさ本当に見た人は分かると思うけど本当にイライラする髪を染めて分かった。なんか、私こういうなんか派手色好きだわ。なんか黒とかさ、なんかジェニーとかやってると、あめっちゃなんかなんていうの、こう、セクシーだし、大人っぽいし、黒とか暗い色も可愛いなと思うけど、実際やってみると派手髪が一番なんか好き。前めっちゃ明るくした時もそうだったけど。なんか、でも、눈、あ、뭐지머리를염색해서알게됐는데、なんか、검은색이나、なんか、어두운색있잖아。그런、なんか、일반적인색그런것도섹시하고뭔가되게오류뭐지오른으로보이고되게예쁜데나는이머리를하고나서느꼈어아나는이런약간특이한머리좋아하구나그래서人の目とか気にしたい職場はしょうがないけどさ人の目気にしてなんか無駄な色するよりもこういう方が全然自分の気分が上がる그러니까남눈치를보고야몇살인데이런색깔이런거하는하고그냥어두운색무난한색에염색할바에그냥내가만족하는머리를하면내가기분좋아져맨날그래人の目気にして無難な色に私も何歳だしなとかってよりもなんか自分が好きなことした方が自分の機嫌は自分で取るっていいじゃんなんかそんな感じ자기기분좋아지게만든거는자기니까私ギャルじゃないよカオルさんギャルだもんねって言われたけど私ギャルじゃないの本当にお化粧もだって中3から始めたしさ。なのギャル아니에요。화장도中、あ、中3じゃないや、高3。화장도高3때부터했고。私のさ、なんか、私ダンスやってたじゃん。ダンスの先輩が、お尻になんかハートのタトゥーを入れたの。내가춤을추고있었잖아。춤을추고있을때、그선배が운동着에다가、ハートタトゥーを넣었、했어요。お尻にハートのタトゥー入れたんだけど、何がどう気分が変わったのか、めっちゃダンスやってたのに、急に警察官になるっつって、警察官になる、準備を始めたの。で、本当に警察官になったんだけど、身体検査の時にお尻にタトゥーが入ってるのか、ダメだってなって、消してたもん。
그사람이춤추고있었는데어떤마음의변화가있었지모르겠지만견절관되겠다고갑자기견절관시험준비를하는거예요학교도가고근데운동이에다투있으니까그거안된다고그걸치웠어요아팠대이따갔다놨대도도츠는고고로나가리なんか今さ、なんか警察官やってるけど、お尻だけど見えないけど消したんだって、なんかダメって言われて、なんか女にあんぼいじまあんでんだおへそちごって、彼氏が自分の名前入れたら、え名前はやだ。이름은싫지만생일든가만난날이든가결혼기념일뭐애기이름그런거는모르겠는데이름은싫고뭔가좀촌스러워なんか名前はやだかも。名前は嫌だけど、誕生日とか、なんか結婚記念日とか、子供のなんか誕生日とかだったらいいかな。なんか名前ちょっとダサくない？カオルって言われたら嫌だもん、ひらがなとかで。カオル。カオルらか、なんかちょっと知った。柔軟キスやね、なんか。やだ。夏になるたびに。わ、見えてるわってなるんですよ。夜分出るってまだ余計なんか살짝보이는거。すごい知ろ。男女間で友情ある、え、ありえる派だっけ？ありえる派は私はね、なんでかっていうと、なんか私、男の子をさ、こう見るじゃん。こう見た瞬間に、あ、なんかちょっと、なんか好きじゃないんだけど、なんかちょっと違う感じがする。から、まず友達にはなれない、そのこと。なのに、남녀의그유정같은거、있냐、없냐、그런말있잖아。나는있다고생각해。왜냐면、내가좋아하게되는남자는、일단、딱、첫눈에보고、あ、이남자랑뭔가다르다고느꼈거든느끼거든그래가지고아뭔가다르다고느낀순간부터그사람이랑친구가안돼仲良くなって好きにみたいな感じでもさ仲良くなっちゃったらさなんか友達になっちゃうじゃんなんかそれが怖い私はなんかそういう目でなんか友達だと思われてなんか急に恋愛相談とかされるのすごい嫌だあの好きな人がいてて終わりはいその話終わりでーすはい終わりでーすってなやりたくなる친해지고나서좋아하게된사람도있잖아근데나는그친해지고나서그사람이만약에나를안좋아하면그갑자기자기좋아하는사람이얘기를할거냐내가잘생잘내가좀좋아하는좀마음에가는여자가있는데라고시작하는순간그만아이그만그만그만그얘기그만 이렇게할것같아だからさよく言うじゃん本当に愛してるならなんか本当に応援してるならなんかその人が違う人と幸せになってもその人の幸せを願うべきとか言って何言ってんのって思うもん無理じゃん絶対